定級決勝を優勝いたしました千葉74期木村義久選手の優勝インタビューを行いたいと思います。それでは木村選手の入場です。大きな拍手を持ってお迎えくださいませ。まずは木村選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。勝ったのは自分のラインから外れてしまったんですけども、あなたの気持ちはどうですか。すごいですね。僕もう終わったと思ったんですけど、あれ追走したら失格になるんで、はい。まあ、それでも1回4番の張選手の後ろに追い上げましたね。気持ち的には自分のラインに戻ったんですけども、ちょうど張君が行ってくれたんで、そう狙いました、ね。そして最後は真ん中を突き抜けてきたんですが、もうあれはもう仕方なかったですね。もうコースが少しかなかったんで、一か八か突っ込んでいきました。大宮競輪場はですね、東北からのお客さんもたくさんいらっしゃるんですけども、現在千葉、在籍なんですけども、秋田の出身ですね。はい、そうですね。そうですね、たまに帰りますけど、はい。まあ、この印象というのはどういうんですかね。1年か2年前のことだと思うんですけども、はい。それでは、この優勝のやることとお客様にメッセージをお願いします。そうですね、今日はちょっと片織君のラインの期待を裏切ってしまいましたが、僕の車検で取ってくれた人もいると思うんで、はい、ありがとうございました。